あゆ帰りの滝有江川は、島原半島の雲仙岳南陸を南へ流れ下り、有明海南部へ注ぐ二級河川である。流域は長崎県南島原市に属するが、原流域は雲仙市にも属する。島原半島では、千島川、有馬川に次ぐ3番目の河川規模を持つ。清水川、三岳川、有江川の3本の巡洋河川が下流域で合流する。 二級河川に指定されているのは三河川の合流点から川口までの2 2キロメートルだが、雲仙盆地から西アリの北部を流れて合流する清水川は1 0 3キロメートルの長さがある。雲仙山系の南西部から南部にかけて連なる絹、笠山、矢竹、高岩山を水源とする。絹笠山と矢竹に挟まれた雲仙盆地から清水川、 矢岳の東側斜面から有江川、両河川に挟まれた高岩山の南側斜面から三岳川が流れ出す。清水川源流部の雲前温泉を除けば、上流域は森林に覆われた急斜面である。川はそれぞれ雲前岳の斜面に谷を刻んで南へ流れる。清水川にある一冊峡の滝、都の墨滝、有江川のあゆ帰りの滝など名所になっている滝もある。 斜面が緩くなると、長野、ジオン寺、三岳などの集落があり、川の両岸に田畑が広がる。三岳川と有江川が合流し、続いて清水川が合流する。下流域は、西の須川、東の川の川と連続した洗浄地が形成され、田畑と共に、西有江、有江の中心部となる町並みが広がる。川は、田畑や住宅地の中を流れ、 ありあけ注えぐ。ありがとうございます。